こんにちは。気まぐれで走り出すアイレーシング。監督、こんにちは。気まぐれで走り出すアイレーシング、イブザ。アイレーシングシリーズ、ロードアメリカ。ちょっとタイトルにね、シーズ、あの、いつものタイトルじゃないんですけど、レースには出るかな。ちょっとね、一部屋、多分この時間だから一部屋になるだろうけど、ちょっとしんどいレースだとは思うんですけど、昨日のちょっとね、あのしんどさを忘れないために頑張ってやっていこうかと思います。ちょっとアプローチだけ取ってきます。よいしょよいしょ。ちょっとね、ブレーキの設定も変えてみたんで、それのお試しってのも兼ねておりやす。だからうまく走れると思えない。ぶっちゃけ。よいしょ。Lane speed limit is 72 kilometers per hour. There's a car approaching. Don't cross the white line. Watch your mirrors. Then しかとしてた俺今。いやー、昨日はでも楽しかったなー。しんどかったけど。レースとしてはしんどい思いしかしてないけど、自分の経験値として、いいレースができた気がする。ちゃんと止まれてないね。もっと踏んでいかなきゃダメか。ん そうだね。まあ言うても、ね、シーズン耐久っていうの、イムサ2.4、2時間40分のやつとか、VRS のエンデュランスとか、そういうのはまだあるからね。まあ出る予定はないけど、俺は。イムサは出てもいいかなとは思ったりするけど、時間が合えば。一人で出れるし。
なかなかね、毎週だからね。言うても俺はイムサ中心で走ってるから、イムサのエンデランとか練習しなくてもそのままポンって出れるからあれだけど、そうでもない人たちはね、なかなかやりづらいよね。あ、落としきれなかった。あ、あれオトラになっちゃうんだ。これもオトラでしょ。そうだね、俺個人的にもぶっちゃけ今年1年は飛躍の年だったな。マジ朝 X に書こうかと思ったけど恥ずかしくなったからやめたんだけど、本当に今走ってるロンさんとリちゃん、坂子さん走るようになっていろいろ勉強させてもらったし、ただただ俺が負けたくないっていう意地で練習に練習を重ねたってのもあるけど、いやね、なかなかね、なんだろう、自分の気持ちを表にする人間ではないから、俺はそういうのはちょっとこっぱずかしくなっちゃう。まさか俺が2500まで到達できるとは思わなかったもん。うん。あ、おいむりさんこんにちは。7th position。速さもそうかもしんないけど、しっかりレースを組み立てられるようになった。かな。
10th off in Sector 1. リアが滑ってる。なんかいまいちタイム出せなくなってたんな、やっぱりブレーキ。Your exit's clear. Watch the white line.最初のうちはどうしようかと思ったけどね、あのチームで走ってんの。しんどいしかなかったからね。みんな早いから。超滑ってる。コーナーがなんかあれだね、遅いね。ああここが遅くなるし、ちょっと二部屋なんないでよ。大変になったらただただきついレースじゃん。ねえ、滑った。あそこもうちょいだけ突っ込めるか。あ、二部屋になってる。
のラインはダメなんだよな。あそこ厳しくね。ちょっとしか踏んでないけど。あんな止めちゃダメなんだわね、あそこも。モンフトラでしょ。ちょろっとしたオフトラだけど4秒7、それなりのタイムは出てるな。何周目で出てんだ。3周目か。でも人の欲って尽きないよね。もっと速くなりたい。もっと上手くなりたい。本当に根っからの負けず嫌いだから余計だよな。ひょうひょうとしてるけど意外とね嫌なんよ。意外と嫌なんよとかちょっとウケるけど、ああまあそうだよね。上の部屋行くよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10台中8番目。ちょっと予選を前にちょっとお手洗い行ってこよう。
track temperature's decreasing. It's now 22 Celsius. まあ合計の台数少ないからまだ楽かな。何台だ全部で31台か。 P… あでも P2 結構多いんだ。いつもなんかトップスプでも5台とかしか見かけないのに6、7台よし。ロードアメリカ。まあこんな時間に。レース出ようっていうもんの時な日本人もいないからね。まだ踏み加減がちゃんとしっかり分かってないからめっちゃアンダー出しそう。じゃあまだいいとして P2 だよな。本当に難しいの。ちょっと踏み切れんかったか。ちょっと滑った。
あ、べ。ですよね。やべえ、だいぶロスってる。4秒4 P5、 まあまあなんじゃないの。 P5P6 になっちゃったけど、ああ、結局そうなるよね。後ろ 3.3K か。どうせレースペース早いんでしょう。I can't believe my game kicked me out right when I started. That's the end of the session. P7. So we're going to back with him. もうほぼほぼ実験通り。Track was so cold, I could have easily done a 44. I'm so mad. LMDH っていうか GTP が何言ってるかわかんねえな。14台。LMP2 が7台。GTD が8台。で、8台じゃない、12台 ?10 台か。のうちの7番手グリッドでございます。
20リッターじゃ足んなくね。まあいいけど。I'll be letting you go, bro. レース中に表情を変えるっていう。P2 だよな、 DH はな、何とでもなるからいいんだけど。7. The track temp is 23. The air temp is 22 Celsius. Follow car number 25 in the right column. 45分頑張っていきましょう。走り切れるんでしょうか。久しぶりの P2 とのレース。GTD の SF が 3.1 だからな。それを考えるとちょっとしんどいレースだよね、ほんとに。I know you got faith on me, so I can just follow in your way. I have no problem backing out for you. H コーナーのブレーキングだいぶ慎重にいかないと。あれかもね。いや、タイヤが温まりきらない気がする。P2 がすげえ開けてんだよな。そこまで上げんでもいいんじゃねってぐらい開けてんだよな。で、6.5K のトップの車は、なんでそんな P2 に近づいてんのってぐらい近づいてるしね。おかげさまで全然タイヤが温まりやしね。あれ、10台目がいなくね？気のせい？P2 はどこでスタートしたいんだよ、お前は。10台目走ってない。あ、走ってないね。でもアウトって表記されてないから、でもピットスタートにしてもピットのところに、コースマップのピットのところにあれがないんだよね。いやー、これさー、マジそこでスタートするのきつくね？ねえ、ほら詰まるよね。そりゃ詰まるよね。
これはもうしょうがない。行ってもらうしかない。いやー、いやー、ブレーキングポイントまでに前出たかったけど無理だね。まあのんびり行きましょう。There's an incident in turn six.止めすぎやない？いくら前詰まってる言うても。今来たんかな。おかげさまでパックが途切れたね。おお、俺も回る。また1台回った。前もミスったけど俺もミスった。あれ、後ろが消えた。あ、べ。前のフェラーリは 2.4K か。ちょっと追いついて勝負したいね。でも早い。後ろも速いしな。 2.7K じゃん。
はぐれ GTP がいるじゃん。あそこ落としすぎなんだよな。ここもしっかりだけど。おうおうおう。いや、外から来るんかい。みんな早えよ、畜生。3秒8ってなんやねん。入りすぎたっていうか止めすぎた。オフトラつかなかった。ラッキー。運転してたらタイヤやばいだろうな、後半。後ろ多分それ狙ってる気がすんな。多分抜こうと思えば抜けると思うんだよな。でも今お前追いつかないとどうしようもねえからな。あー、超飛んでる。やべ、インから入りすぎた。超窮屈。あー、とうとう来んのか。タイヤきつい。ごめんね、待たした。
OK。 おー、1台出てる。ブレーキングまでに来るか。あ、飛び込んでくんね。DH は何度かなんだよな。もう1台いんのか、もう2台いんのか。頼む、直線のうちに抜いてくれ。前追いつきたいけど、ちょっと結構無理だな。踏んで出ていきたいところで踏んでいけなかった。あの 2.7K はどうなんだ？ブロックするためにペース上がってなかったのか、それともあの上があのペースなのか、あの人のペースなのか。あれ AMG か。なんか外にすげえ出てったように見えたけど、生きてたんだ。はよはよはよ。なんで？お。ごめんね。You've got half your fuel left. もうちょい近くにいてくれたら譲ったのに。
後ろの人は無理に入ってこようっていう気はなさそうだよな。止めすぎた。 OK Aki, faster car approaching, it's their class leader. いや、さっさと抜いてくれ。あれ、ピット入ったん？やべえ、譜面買った。はぐれ GTP がいいのかい。もう出てっちゃった。やばい、あそこを突っ込みすぎてる。行き急いでる。Okay, Aki, there's a faster car approaching. Blue flag. 入っちゃってもよかったな。まあ、いっか。前と7秒差か、結構開いちゃったな。
おすげえ出た。ちょっと芝踏んだな。次の P2 何秒後ろだ？4秒、すぐ来るのか。ありがとう、待ってくれてありがとう。ああ、せっかく待ってくれたのに。いやーなタイミングだな。あれ、頼むから早く抜いて。入りすぎた。おーい、そうだよね、もう一台いると思ったんだよ。青いのしか 見えてなかったけど。ピット入ったか。超飛んでるんだけど。
あれ、もう一周行ったんだ。Exit's clear. Stay behind the white line. Mister. なくならねえミスしてる場合じゃないのに。カットはされそうな気がするな。大丈夫かな。あー、やっぱオーバーカットされてんな。ですよね、 MG だよね。絶対ペースは俺よりいいと思ったもん。すげえインで入ってっちゃった。いやー、今のミスはいただけねえな。早えな、 2.7K。
ちょっと踏み切れんかったな。同じ MG 使いとして負けたくない。いくら 2.7K といえども食らいついてく。2秒間縮まんねえな。でも開いてもない。マジか。待つんだ、行儀いいね。おお、どうしたん？と疲れた。なんか複雑。いやー待ってくれるよね。待ってくんなかった。まあ後ろが離れてるからいいんだけどさ。結局5秒4秒8逃げ切るぞ。Clear left. Well, tires get destroyed as well.
Amsterdam. うーん、5位じゃねえ、4位とはだいぶ離されちゃったな。入ってくんのね。いやー、メインストレートの間に行ってくんねーかー。 P2 だもんね。ここで行け。あれ P2? うん、違うよね。待ってくれたのか。うん、タイヤがちょっと滑り出してね。うん、だいぶ滑り始めてんね。そりゃあんだけ前半ガツガツ滑らしたらそうなるよね。10秒も離されちった。コロンさん。あやおー。
あ、やべ。The stewards have warned us for cutting the track. Keep it between the white lines.突っ込みすぎた。あと2周かな。燃料は1周分ぴったり余る。うん、やっちゃった。そんなどっからパッシングしたいんでも P2 だろ、どうせ追いつけんだろここじゃ。ここで来んのかい。あそこの直線、ちょろっとした直線で行けないかな。あそこで譲るの結構大変なんだよね。逆バンクみたいになってるから、ちょっとでもライン外すと、あの AMG みたいに曲がり、あれは多分もう入ってきたから諦めてまっすぐ行った感には見えたけど。3秒4ってなんだよ。1秒も早いのかよ、俺のベストより。ホワイトうん、ブレーキで止めすぎた。Take all four, right?
taking one axle, taking two tires. うん、最初コーナーミスった。まあ4秒台で走れたし、クリアラップだったら。SF3.1 で5位は上出来でしょう。大きなミスもなかったし、ちゃんと見ながら P2 や LMDH じゃない GTP かわちていけたしね。まあ半分だしね、10台中5位だし、半分入れたし、500以上600ぐらい上の SF は上の部屋で半分入れれば。ただな、あの AMG の人がほんともったい、もったいないって言うとあれだけど。ああ、青い森さんありがとうございます。まあ格上の部屋だからちょっと嬉しいよね。それで、あの AMG の人は早かったけど、走り込んでないのか、ミスが多かったね、いろんなとこで。3秒台はまあ 6K だから無理だとしても、2. 何 K とか4秒とかでしょ。ああ違うな、 2.4K、 あのフェラーリか、フェラーリの人は3秒入れてんだ。その上の 3.9K が4秒1。そっか、3秒入れなきゃ勝負なんねえのか。それはちょっとしんどいな、さすがに。あとコンマ5でしょ、コンマ5か。あ、監督ありがとうございます。あとコンマ5、コンマ5縮めてかなきゃこの部屋で勝負できねえのか。燃料が1周分多いのもあれだけど、あ、やべ。まあいいや。いやースタートもね、1、まああの1でちゃんとスタート、あー青い森さんお疲れ様です。あの1でスタートしたからってうまくやれよっていう話なんだけどさ、ぶっちゃけちょうどコーナー曲がったところでグリーンだったからどうしようもなかったよね。もう裏勘には行ってもらうしかないし、ここでグリーンでしょ。だって外側だったらね、まだコントロールして踏んでいけるけど、
beginning of lap 9. まあでもいいレースだったと思う。本当に楽しかった。正直どうなるかと思ったけど。この後ろの AMG の人は、うん、よかった。 AMG の人がどこまで実力を隠し持ってたかわかんねえけど、とりあえず早かった。結構怖かったもんいつ抜かれんだろうと思って。まあなんかね、そんなガツガツ来る感じじゃなかったからちょっと信用はしてたけど、変なとこで来ないだろうなとは。I mean, you're right, Travis. Yeah, you're a trick. You're a quick track. この辺ちょっと怖かったマジで。In a slower car, a parked car on the street, it's some pretty steady pace, I think. ここマジ飛び出るかと思った。ハンドル切るのめっちゃ遅かったね。いいって感じ。ブレーキもいい感じだな。ちょっとこれでしばらくこれで走って慣れよう。なんかさっきからめっちゃ話してるけど、そんななんか荒れてたのかな。 GTD はそんな荒れてる感もないけど、まあ、ぶっちゃけオーバーテイクしたかって言ったらオーバーテイクしてねえんだよなみんな事故っていなくなってっちゃったから。あれだけ見ようか。あれ、あれ何周目だ。ピット入った後だから週だっけ。アンダーカットじゃなくてオーバーカットされちゃって、こういうクロームって何色であれするんだろう。こういうクローム出したいんだよね。でもゼッケンとこもクロームになってるってことは白なんだろうな、やっぱり。
白であれかけてもこういうクロームにならないんだよな。あんな外から入ってくんだ、すげえな。うまいなこれ。綺麗にマシンコントロールしてんのもんね。次の週か。ちょっとした AMG 対決。一切滑ってないもんね。中古違うな、 DH だから多分その前に GTP じゃその前に抜いてっちゃうよね。あ、待った待つんだってことはこの週だ。あー、入るあれもなかったんだ。もうずっとこの人回線悪かったからな。ああ、そういうことか。後ろに近くにいたから回線悪くて切り込んでっちゃったらラグヒットっていうか、なんだ、いきなり現れてぶつかるっていうあれを避けたのか。そういうことだな、多分。もう最初から曲げる気なかったもんね、これ見る限りじゃ。多分そういうことだな。優しいな。でもそうとしか考えらんないよね。多分ここら辺からも怪しかったんだろうな。でもブレーキを踏んでんだ。
まあそうだね、ブレーキ踏まなきゃ追突しちゃうもんね、向こうに。でも、まっすぐ行ってから消えてるから、なんか、あれだよね。まあいいや。ということで、ちょっといろいろやろうかと思ったけど、なんだかんだもう3時なんで、一旦閉じて。そうね、1時45分からレース出てるから、そりゃそうなんだけどねっていう話なんだけどね。そうだよね、今レース出ちゃったから夜。夜なんかやります。ちょっときっと。ということで一旦ちょっとわかんないで、一応ねやるつもりではいるけど、ここでレース出ちゃったから、イムサはあれだよね、もう多分これ確か4戦目だから、これ以上出ちゃうとポイントがあれになっちゃうから、あれかな、来週の練習するかな、来週 VRS 出るから。でもセットないのにやったってしょうがねえんだよな。まあ、とりあえず何かやります。じゃあ、お疲れ様でした。